そこにいるやつずっとニヤニヤしてるけど、そこの子たち、なんかいいことでもあったのかな。いいもここの商人って、おうおう、そんな風に言われるとしょ、この儲け話でやることは最低でも中にはお金が入ってるっすよ。ちょっと複雑なんすよ。だからどうすか、やって。ダメダメ、ディルクさん。